マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右のアンダーソン、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ピッチャーを変えてきました。アンダーソン降板、左の堀江、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは山崎、今日はキャッチャーフライと三振、1球目ストライクからボール、投げた、外角低めいっぱいストライク、第4球を投げた、打った、ファールボール、第5球投げました、流し打ち、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番中村、今日3打席目、投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり151キロ、見送ってボール。投球はこれから3球目、打った、流し打ち、マクブルームダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球初球決まってストライク、いきなり151キロ、ボール、投げました、アウトローを見送ってストライク。次は4球目、投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。さよなら勝ち、カープ見事勝利です。本日の試合は広島東洋カープが勝ちました。勝ち投手森村、負け投手今野でございます。さて、本日のヒーローは秋山、本当に今日は大活躍でした。